皆さんごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1、動画編集についての質問です。ある音なしの動画 A に動画 B の音だけを入れることは可能でしょうか。また分かる方は方法をぜひ教えていただきたいです。ちなみにタップカットというアプリを使用しています。2022年3月22日。質問2、キャップカットを使って動画編集をしてるのですが、効果音ラボの効果音を使ってますが、いちいちダウンロードしてインポートするのがめんどくさくて、キャップカット内に保存する方法はありますか。2022年3月20日ということなんですが、まず別の動画から音声を抽出したり、あるいは音声ファイルから音声を読み込むキャップカットではこれも同じ。抽出らしい場合はオーディオ抽出済みで、抽出したい動画または音声ファイルを指定して音声のみをインポートをクリックすることでできるようになります。ここで抽出済みという文言はちょっと日本語的に範囲不明なんですが、これから抽出するんだから正しくは抽出だろうと思うんですが、まあそこは中国製なのでご愛嬌ということでわらわらわらで、一度キャップカットで抽出したものは自動的にキャップカットアプリ内に保存されています。オーディオ楽曲でフォルダアイコンをクリックすると画面を下へスクロールすると出てきます。これ画面の下の方に隠れているのでちょっと見落としてしまうんですよね。わざと隠してるのかしら。わらわらわら。ほっとくといつの間にか溜まっているんで、だんだんとキャップカットアプリのサイズ iPhone ストレージでの容量が大きくなるのはここら辺にも原因がありそうですよね。まあそれは置いておいて、なので次使うときはここから選択することができるんですが、なんとこれ名前が変えられないんですよね。なので溜まっていくとどれがどれだか全くわからなくなります。 www ということで、ここいらでも使いづらいので、キャップカットさんなんとか改善してくださいよ。わらわらわら。以上です。